こんにちは、作編曲家の田辺圭司です。今回のプレゼンテーションはプリソーナスのハイブリッドミディキーボードバッドパフォーマンスプロダクションコントローラーの Atom SQ の機能を紹介してみたいと思います。 Atom SQ はプリソーナスの DAW スタジオ1と高度な統合コントロールが行います。スタジオ1との接続は USB ケーブルを接続するだけで自動に検出して認識されます。それでは実際の作業と照らし合わせながら Atom SQ の機能を紹介していきたいと思います。プラスマイナスパッド。プラスマイナスパッドは主にピッチベンド、ブレス、モジュレーションホイールのコマンドにアサインできます。押した後の強さでピッチベンドの値が変化してきます。32個あるパッド。32個あるパッドは全てがベロシティセンシティブ、プレッシャーセンシティブに対応しています。強く叩けば大きな音になります。弱く叩けば小さな音になります。32個のパッドの表示はどのインストルメントを使っているかによっても変わります。例えばインパクト XT の場合はインパクト XT のパッドの色と同期します。スタジオ1ネイティブまたはサードパーティー製のバーチャルインストルメントの場合は鍵盤のような感じになります。2オクターブの鍵盤です。そしてパターンエディターの場合、パターンエディターの場合は上下使うような感じになります。上に各パート、下が各パートを選んだ後に選択する16ステップのグリッドになってます。そしてタッチストリップ。タッチストリップはピッチベンド、モジュレーションホイールなどの音楽機能にアサインできます。A から H のボタン。 A から H のボタンもどのインストルメントを使っているかによっても変わります。ドラムサンプラーインパクト XT の場合はバンクの切り替えになります。2つついているのは上下、このパッド32個あるパッドの下の列、上の列で AB バンクという形になります。 CD バンク、 EF バンク、 GH バンク。そしてインストルメントの場合、インストルメントの場合は A 以外がレンジの切り替え、オクターブの切り替えになります。そして A がサスティンの情報を発信します。エンコーダー。エンコーダーは選択されているプラグインやエフェクトなどのパラメータがアサインできます。このパラメータアサインは初めからされていますが、コントローリングによってもアサインの再設定が可能になっています。ナビゲーションボタン。ナビゲーションボタンはトラック間の移動、もしくはリージョンの移動、その他にも様々な機能があります。トランスポートボタン。トランスポートボタンは左から停止、再生、録音、メトロノーム。シフトを押すことにより左からアンドゥ、ループのオンオフ、セーブ、そしてカウントイン。グローバルコントロール。グローバルコントロールとは初めからアサインされているよく使うコマンドの数々が A から H のボタン、タッチストリップ、ロータリーエンコーダーにアサインされています。それではまず A から H のボタンに行ってみたいと思います。A から H、
シフトをしながらですね。じゃあ A です。A は選択されているインストルメントの表示です。B はトラックの選択されているトラックの選択すべて。C はコピー。選択されているもののコピーですね。コピー。そして D が複製。で、E がやり直し。アンドゥをしてやり直し。はい。そして F がすべての選択を解除。選択して解除。そして G がペースト。H が削除になります。はい。これ、見るとわかるんですが、実はこの上下でその関係性が保たれています。つまり B と F で選択解除。そして C でコピー、ペースト。そして複製、削除。このような感じにスタジオ1の機能をマウスやキーボードを使わずに Atom SQ で行うことができます。ロータリーエンコーダーですね。ロータリーエンコーダーはシフトの1でループの移動、垂直ズーム、ループのスタートポイントを決める、そしてグリッド、コンタイズの値やグリッドを決めます。再生ヘッド、水平ズーム、ループのエンド、ナッジです。はい、こちらも上下でその関係性が保たれています。例えば2と6、垂直、水平ズーム。そしてループのスタート、ループのエンド。グリッド、ナッジ。で、5番で再生ヘッド。そしてこのスクリーンエンコーダー。スクリーンエンコーダーは各種モードに入った時にそのパラメータの値を変化させます。グローバルコントロールとしてはシフトを押しながらタッチストリップで選択したトラックのボリュームを変化することができます。それでは各種モードを説明しながら実際の作業をしてみたいと思います。一番使うであろうソングのモードでテンポを決めます。はい、テンポが決まります。1ずつ動きます。そしてループセレクション。選択されているものの範囲をループ決めます。まあ、例えば先ほどのシフトプラス全選択をしてループセレクション。このような感じにも使えます。で、ループズーム。ループの範囲をズームします。最大化します。それで左下にあるのがマーカーですね。マーカーを押すと、マーカーが打たれているところに動きます。そしてアドマーカー、マーカーをつけます。インプットコンタイズがあります。で、コンソールのところは、まあ、コンソールの表示。インスペクターの表示。で、ボリューム。ボリュームのところは選択されているトラックのボリューム上げ下げができます。先ほどのタッチストリップ、シフトプラスタッチストリップで、ボリューム変えられますし、このボリューム、ソングのモードのコンソールのページのボリュームでボリュームを変えられます。そして、ソロ、ミュート、レック、録音だけですね。はい。ソングモードでのアレンジャーのページの説明してみたいと思います。アレンジャーのページでは、スタジオ1のアレンジトラックの編集や移動、追加などができます。それではまず、アレンジマーカーをつけてみたいと思います。まずは大きなところで、この4小節にアレンジマーカー。それで次に、このような感じです。
そして移動はこのセレクションボタンを押してロータリーエンコーダーを使えば簡単に移動ができます。そしてこのパートをコピーするときはこのデプリケートを押せばコピーが完了になります。このような感じです。で、今を選択しているとこをデリート。デリート。そして、まあ、アンドゥを使ったりとかします。はい。そして、水平ズームだけがここにあるのは、まあ、アレンジトラックを全体を見渡したり、編集したりするときに便利であるということからついているのではないでしょうか。次に、インストルメントモード。インストルメントモードは、バーチャルインストルメントのロードや各種パフォーマンスの設定をします。それではバーチャルインストルメントを呼び出してみたいと思います。インストルメントのモードに入って、インストルメントブラウザースクリーンエンコーダーでプリセットを選びます。そしてロードセレクテッド。ロードされます。別のバーチャルインストルメントに行きたいときは、スクリーンエンコーダーを上下させます。プリセットを選ぶときは、オープンホルダー。下の階層に行けます。そして閉めます。はい、それでは、インストルメントブラウザーの機能を使ってプリセットを変えていきたいと思います。先ほどはインストルメントをロードしていくのでしたが、同じインストルメントを使ってプリセットを変えていきます。スクリーンエンコーダーで選択した後にシフトを押して左下のボタンを押します。バーチャルインストルメントをロードするようにエフェクトのロードも可能になります。エフェクト、ソングから、ソングのモードからエフェクトブラウザースクリーンエンコーダーを回してエフェクトを選択します。それでは例えばミックスバーブをかけてみたいと思います。もうすでにネイティブのプラグインに関しては初めからアサインされています。これにさらにディレイをかけてみたいと思います。
このデバイスボタンでエフェクトの行き来ができます。それでは1からアトム SQ を使って実際の作業をしてみたいと思います。はい、0の状態からバーチャルインストルメント立ち上げてパターンを作ってオーバーダビングしていきたいと思います。インストルメントでインストルメントブラウザを開く。はい、ロードします。はい、パターン打ち込んでいきたいと思います。アドパターンですね。エディター、エディターを開くと、パターンの入力のモードになります。先ほどのグローバルコントロールを使ってまずこの1小節をループさせます。はい、ループセレクションシフトを押してループ再生します。はい、このように、このように16ステップのところに、任意のノートを置いていくことも、任意のパートの音を置いていくこともできるんですが、リアルタイムに打ち込むこともできます。録音ボタンを押して、この時にベロシティが対応する、このリアルタイムで入力する時にはベロシティの入力が可能になります。はい、そしてバリエーションを作っていきます。デプリケートバリエーションで今2になりました。2ですね。はい、でこれでバリエーションをつけていきます。でここでバリエーションが変わります。この選択されている音の全部消すときにはクリアレーンを使います。全体のスイングをコントロールすることもできます。それではこのリージョンを、パターンのリージョンをコピーして複製します。はい、こちらを全選択して、ループセレクション、これを全部ループさせます。はい、次にベースを打ち込んでいきたいと思います。インストルメントのモードに入って、インストルメントブラウザ。
媒体をセレクトして、今回は音色を選ぶのでオープンホルダーベース何か選びます。そしてロードセレクテッド。音量が大きければボリュームをコントロールします。はい、入力していきたいと思います。この時にカウントインを使います。冒頭に言いましたが、この32個のパッドはアフタータッチも対応しています。アフタータッチも実際入っています。はい、次のパートに行ってみたいと思います。今度はプレゼンス XT の何かを選びます。じゃあ、オルガンを選びます。音量を調整します。はい、録音します。はい、次にノートエフェクスを使ってみたいと思います。何かインストルメントを立ち上げまして、それではモヒートオープンホルダーにして何か音色を選びます。はい、インストルメントのところからアドアルペジエタエフェクスノートエフェクスをかけます。はい、こんな感じになります。ノートエフェクスを出した時にこの8つのロータリーエンコーダーもアルペジエーター FX のエディットができます。このようにロータリーエンコーダーを使ってリアルタイムコントロールも可能です。ロータリーエンコーダーを使ってリアルタイムの情報を入力します。
タッチストリップの面白い使い方として、ノートリピートのレートを変化させるということができます。まずは普通にノートリピートを、これは実際このスプリングエンコーダーで変えたりするんですが、値をジャンプさせることもできます。ストリップのところですね、ここでリピーターとあります。リピーターにすると値が変わってきます。はい、このような使い方もできます。そしてユーザーモード、ユーザーモードには任意のコマンドがアサインできます。1ページ6ボタンで4ページできます。よく使うボタンをここにアサインしておくのもいいかと思います。右クリックでアサインをします。すべてのキーコマンドにアクセスすることができます。それでは最後に、以前作ったデモソングでミキシングやエフェクトのエディットなんかをしてみたいと思います。再生ヘッドをシフト、ロータリーエンコーダーの5番を押して再生セットで位置を変えて再生位置をこう特定します。例えばストリングスのパートを、EQ をエディットしたり、一番よく使うとすればこの再生ヘッドの移動なんかね、こう再生するときに一番よく使うと思うんですが、アレンジトラックにすでにもうアレンジのマーカーが打ってあるので、そこから移動するという手もあります。アレンジャーのところから、セクションを移動、こういう感じですね。このようなやり方もあります。マーカーも打ってあるので、マーカーのところから移動することもできます。こっちと同じですね。これマーカーからアレンジセクションを生成しているので、このような形になっています。つまりトランスポートや、ブラウズ、エフェクトのエディット、インストルメントのエディットなんかをすべて Atom SQ でできるということです。ロータリーエンコーダーがプラグインの何にアサインされているかを確認するには、このコントロールリンク、外部のところからクリックして出して、コントロールリンクを出しておくと分かりやすいかもしれません。はい、このような感じに、コントロールリンクを出しておくと、パラメータが何にアサインされているか分かります。例えば今、このマイタイだと、1番にカットフリケシ、2番にレゾナンス。このような感じになっています。例えば、プレゼンス XT。これなんかもカットオフ、レゾナンス。まあ、それぞれにアサインされています。以上のように Atom SQ でキーボード、マウスを一切使わずに、チャンネルのボリューム、ソロやミュート、インストルメントプラグイン、エフェクトプラグインのパラメータの設定、そしてリアルタイムコントロール、インパクト XT を使ったパターン作成、エディット、リアルタイムコントロール、そしてトランスポート、アレンジトラックやマーカートラックの編集、移動、ほとんどのことがこの Atom SQ でできます。慣れてしまえば、全てのことができると思いますので、皆さんも Atom SQ を使って楽しい音楽を作ってください。それではご視聴ありがとうございました。